のりこさんはい、哲平さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。元気あのね、あのね,あのね、今日今日あのねからですね、はいはい。あのー、あのね、元気ですね。うんああ、それはよかった。<laughs> だけどね、ちょっと、<い>昨日の夜、の夜、夜というか、ちょっと早い時間、まあ、夕方5時、うん、6時ぐらいなんですけど、 あのある生徒さんに会ってですねあはいよかったねはいのりさんも知ってる人 B さんあのサンフランシスコのあ日本に今おお素晴らしいはいもう今日帰っちゃったんですがえよかったね最後にちょっとお会いできてですねあよかったよかった銀座のバーにあよかった行ってきました？あ元気元気 もうすごくこう楽しいあの旅ができたみたいですよ。ああ,あ素晴らしい。はいまあ、ほとんどの人がねいい旅をしてますけど、うんうん、まあ実際にあの写真を見てねあの楽しそうでしたね。うん、あの京都に行ってなんかこう湯葉湯葉の料理を食べたり、うん、あたくさんできたんだいろんなこと。はいまあ神戸ビーフだのまあいろいろですよねおいしそうなもの楽しそうなこと、うん、そしてあのーまあバーで。 カクテルを3倍ぐらい僕はの、うん、飲んでああそっかそっかそういうことかそうちょっとなんか疲れ気味 <laughs> いやあのねやっぱりね美味しいんですよ美味しいバーい美味しいでしょうもちろん,、うんうんうん、いや本当にすごいバーで、うん、銀座のバーってあのー、僕は全然行ったことなかった、うん、で、まあ、しかもその銀座のバーでもとてもいいバーに連れてってもらって えー、そ大人なででです、ねえー、ですよねですねねいい席を予約ししててててくれててあ予約もよ座っ最初そして次がマティへえいきますね。 えー、なんかシェリーの最後お酒、うん、バンブーっていうカクテルを飲んで。全然詳しくないから。はい。まあ生徒さんはそのも,もう一杯飲んでましたけど、うん、まあ僕は3杯で、結構ね。結構行くでしょうカクテル危ないよね。全然大丈夫と思ったんですよ。いや,いや、そいやそんな,ことはない,いそれね、それが、うん、えっと、まあ7時ぐらいですよ。7時半ぐらいかな。で、まあ、次の日にもう、 フライトもあるし、まあ、お疲れだと思うんでねまあ,あの早めに帰ってきてまあ僕の家から微妙に遠いんでまあ僕は家に帰ったのが8時半、まあ、9時近くだったかなうんそしてねあのだからその3杯目のカクテルを飲み終わったのが7時ぐらいですよね、うん、で、うん、全然大丈夫だったんですよで僕は抑え気味ね <laughs>、はい、抑え気味ですよ、ねはい うん、でね家に帰ってシャワー浴びてなんかまあ実は最後レッスンがあったんですけど一つ。ええー、マジか <laughs> はいはい、まあまあ、9時から、うん、いや九時から。うん、いや全然大丈夫だったんですよ全然。あそう全然大丈夫です、うん、そのシンガポールの生徒さんに「うん、まあ僕ははいはいあのバーに行って帰ってきました元気ですよ」みたいな。で話終わって、うんうん、なんかその辺からまだねアルコールが。 残ってるあの十分残ってる感じいやそうでしょう構いですよ本当に2杯目のマティーニがすごい強くてうん、うん、あのー、なんか結構早く飲んじゃったんですけどあっやっぱりそのあとね <laughs> なんかこう夜10時11時ぐらいに <laughs> あれまだ酔ってるその <laughs> 普通ね まあ、お酒って結構、まあ、ビ,ールビール2杯3杯ぐらい飲んでも23、うんうん、時間したら。 うん、抜けていく感じがあるでしょ。ビールと、ビールとやっぱ強いお酒が入ったかくて違いますよ。全然違うと思って、ちょっと3杯でやめといてよかったと思いました、ね。<laughs> ですね。そう。いや、僕、次のレッスンがあったから、<laughs> 最後のレッスンがあったから。かるかる、だから抑え気味だったんでしょ。まあ、抑え気味で3杯なんですけど、うん、<laughs> もっと抑えろよって感じですよね。まあ、もしトライアルレッスンとかだったら、多分もっと抑えてますけど、まあ、そのレギュラーのね、うん、あの、哲さんは。 あの、全然構わないっていう人だから、まあ、3倍ぐらい飲んだね。でも、ちょっと美味しい、<laughs> 美味しくて強いっていうのは怖いですよね <laughs>。 おいしいね、ほ本当に美味しい。いやいや、そう、だからカクテルって危ないってよく言うね。美味しくて飲みやすいから、ついつい飲んじゃって、本当に。後でね、悪酔いするとか、よく言うじゃないですか。そう。雰囲気もいいしね。まあでも楽しくていいお酒が飲めたということで、よかったです。ほんとに。ほ本当にプレミアムな時間ですね。そして、もう考えましたよ、もう子供がね、20歳になったら。 一緒に来ようと思いましたね。ああ、かっこいいですね。かっこいいのかどうなのかわからないですけど。いいじゃない。大人の、大人の、なんか、大人の感じですよね。親子だけど、なんか大人ね。はいはい。はい。なんか、まあ、一杯で十分ですね。20歳でカクテル3杯、4枚飲んだら、まあまあまあ、らしろ、でもその時間っていうことでしょうね。いや、本当にね、そう、時間なんですよ。時間。時間がね、 うんうん、いいんですよね。うん、その通りだと思いますねやっぱり居酒屋とかに行くとまあたくさん人がいるしうるさいねちょっと、ね、そうなんですよね。食べ,食べ物を食べながら。まあ、楽しいけどね。楽しいけどあ違う意味で。うんうん、その通り。楽しいんですけど、うん、なんかこのコーヒーを飲むように話す。わかる分かる、うん。それがちょっとバーの感じそう。なんか、まあ静かなゆっくりした感じで。その通り みんなそういう感じでお話ししてるし、その通り。これ大人の空間で。そうですね。だから子供は連れていけないから、まあ、ちょっと大人になるまで待ってですね。そういうことで、何かこう、懐かしい話とか。ここに来た時あと何年待たなきゃいけないんですかえお子さんが二十歳になるまで。 そう、だからあと13年かな。13年か。うん、パパがここに初めて来たのは、お前がまだ7歳の時 <laughs> そういうふうに話、<laughs> サンフランシスコの人たちに、そういうふ話すわけですね。はい。はい面白いな。あの時俺き、俺はまだ41歳。<laughs> そして今、54歳になって、お前が20歳になった。 そして、乾杯。成人おめでとう。<乾杯> <laughs> いいですね。そ,そしたらパ,パ,ピパピ、僕まだ19だよみたいな。ああ、やばい。間違ってた。すいません。出ます。<laughs> オレンジジュースに変えてください。<laughs> まあまあ、日本だとね、19歳ぐらい大丈夫なんですけど。まあまあまあ、そんなこと。まあ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 。<laughs> ダメでしょ、それは。親が言って。 まあ僕は19ぐらいから、<laughs> 違う、18からは堂々と飲んでたから。そんなもんですよ、ね。堂々とってそ、それはどういうことですか堂々です、ね、や大学生になったら飲んでますよね。飲んでますよね。まあまあ、これは言ってはいけない。まあまあ,まあ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 。言っちゃって飲んでますよ。まあ何を、コカ・コーラもちろん<笑><笑>はい、はい。まあまあ、じゃあ,あ、いい、あの何ですか、昨日は水曜日ということですね。いい時間だった。あ,<ー>あのー、これはね、 僕はいつか、はい、いつかやりたいと思う。何をやりたい、うんうん、<laughs> そのやっぱりバーの雰囲気が好きなんですよね。いやいや私もそうです。はい、で、うん、まあお酒も好きですが実は雰囲気が一番好きなんですよどうしても。うんうん、でそのバーみたいなところであの日本語で外国人の人と話をする。うん でこれはそういうことかはいはいビジネスですね本当にね。まあ、まあうん、ビジネスというかその、まあ、例えばね例えばですよ世界中の人たち離れた場所に住んでますから現実には無理だし、うん、あの現実に僕はバーテンダーになりたいわけではないんですが、うん、そのまあ例えばバーチャルな空間でですね、うん、そのあるでしょこれからテクノロジーがどんどん進んで。うん ああるるもうありますよもうありまけどねでももう少しこういいテクノロジーになったら例えばたくさんの人はーチャルでう私は日本語の教室を作りたいです」とか言いますよね先生たちは。で日本語の教室を作って生徒さんたちが世界中からまあこのアバターのようなものを使ってねいるわけですよね。 のイメージはバーにしたいですね。うん、いいですね。はい。日本語コンテンペ,ーペーバーを作って、たくさんの人がこう、ね、カウンターにカウンターにねそうそう座って、まあ、テーブル席も作ってもいいですけど、うん、まあ、それぞれ話してもいいし、まあ、僕と話してもいいし。はい、うん、いらっしゃい。また来たね,ね。何にするあそ,れそれはちょっと違うんです <laughs> そ。それはあれですね。深夜食堂 <laughs> <あ> <laughs> オムライス飲む、うん、カレーライス飲みますかシェイクしてカレーライスシェイクして飲みますかいやそれは嫌だ,いやだ普通の飲み物にしていですあのイギリス人の生徒さんがあのいつもお茶を紅茶を飲んでますね。うんうん、だけどあのマグカップが。 ココイチのマグカップを使ってるんですよね。まだどうしてどこから買った？<laughs> あれはね、ロンドンだと思う。いや、ロンドンのココイチだと思う。え、こそうてるんだ。とでココイチのマグカップは本当にカレーに見えるんですよね。あ、そう変ですはい。だからいつもカレーライス飲んでるみたいに見えるんですよね。<laughs> <ん>はい。中はまああのよくしゃティ、まあね、ー飲ん。なるほどなるほど。カレーを飲みますか。<laughs> 飲みません。うん、いやーバーの雰囲気はいいな本当に、うん。いいよね落ち着くよねやっぱね。落ち着くなんかあのちょっとまあ一応ジャケット着て行ったんですね。あのもちろんその生徒さんも結構あのフォーマルな、ね、人ですから、うんうん、あのいつもジャケット着てるじゃないですか。カッコいい方ですよね。そうそうそうだからあのー、まあそういうバーだし。 うん、まあ一応失礼のないようにね。僕も <laughs> いつものファッションですよ。ジーパンだし。でもまあジャケットだけは着て。で、行ったんですけど、まあそのちょっとやっぱりフォーマルな場所に見えますよね、最初は。はい。あのバーテンダーたちもみんな、はい、あのー、ちゃんとね、フォーマルなバーテンダーのスーツを着てますよね。うん、はい。で、話し方とかもとても丁寧だし。だけど、うん なんかねだけど、すごくアットホームなんですよ。うん、はい。なんか高級で冷たくないんですよね。いいね高級で冷たい感じじゃなくて。うもうそういう感じもありそうですよね、中には、ねそ。そうそうそう。多分、ホテルのバーとか、まあ、バーによっては、ちょっとこう、高級でちょっと冷たい感じ。ね、っと雰囲気もなんか入りづらい、逆にね。そうそうそう。でもそこはこれもでも、本当に、なんか。うんうんうん あじゃあ、ウェルカムな感じで。すごくウェルカムな感じ。あ,えーまあ、あと、僕も曲を撮ったんだけど。いや、わかりませんけど。うんうん、いや、なんか、その、僕が20歳ぐらいの時にね、やっぱりちょっとバーって入りにくかったし。いや、わかる。 バーに行ったこともあり,ありますよね。でも、まあ、ね、人でもなんかちょっと落ち着かないでね、逆に。ちょっと落ち着かない感じ逆に、ね、なんか自分の年齢が追いついてないというか、逆にね。そうそう、うん。なんかそういうのありますよね。うん、あまあでも40ぐらいになって、うん、まあ確かに僕ぐらいの人いるよな、いいなみたいなそのあの。僕より若い人もいるね、そういえば、みたいな。<laughs> バーテンダーも僕より若いのかなっていう、そんな感じですよね。そういう感じになってくると。 まあ、もう来てもいいかなっていう感じで。そう,そ,うそうか、そ、はい、うか、そうか。う嬉しかったですよ。よかった。<ー>よかったです。また行きたいなうん。いや、行けますよ、また。やっぱ特別な日に行きたいですよね。そうですね。はい。なんか毎週行くもんじゃないですよね。毎週行く、まあ、行けるもんでもないし、毎週行く場所じゃないかな。あそこはちょっと。 奥さん連れてね、一回行きたい、行きたいなと思うんですけどね。子供がいるとちょっと難しい。夜出るのは。ですよね。もうちょっと待って。そう、そうですね。一緒に行くわけいかないし、ちょっと子供に外で待ってもらうわけに。ダメダメダメ。バーの外に子供を置いて、ちょっと待ってください。 犬じゃないからね、いやいやそんなことないいや、だめだめだ、これ冗談ですよ皆さん。<laughs> <laughs> もう少し大きくなったらね、なんかゲームセンターとかに置いて <laughs>。いや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 、まだ,まだ <laughs> 銀座にゲームセンターないですよ。そ <laughs> <laughs>、うんなこと言わないでください。なんかあればいい、い近くに銀座に何かあるかな、子供が一人で勉強できる場所。スタバまあ、もう少し大きくなったらね。 スターバックスで宿題とかさせてね。うんうん、ここで宿題して。いや、そんな、ね高校生ぐらいになったらデートとかしてるんじゃないのまあね、そうですよね。うん。うん、まあ、高校生はもう、だから出かけられますよ、夫婦で。うん、そうですね、確かにね。ついて、なんか、一緒に来るかって言っても、僕デートとか言うんじゃない <laughs> とか、友達と遊ぶとか言うんじゃない、うん、まあ、そうですよね。はい,はい、はい。鍵も、ね。だから、意外と、そんな、はい、そんな日はすぐ来るかもしれない。 えー、そうか、高校生だとあとじあ10年もないな。あと8年か。あと2回ワールドカップが来れば。うん、そうそうそう。で、うん、パピーなんか彼女ができたっていう日もね、すぐ来ますよ。うそんな時が来ますか。うんうん、そしたら一緒にバーに行くしかない。何かが何かがあれば、いつもバーに連れて行く、お父さんそうそうそう。お父さん。いいじゃないですか。語り合う。<laughs> たくくさんんは飲まなていいですよその居酒屋よりももっとゆっくり飲むから好きですやっぱりそうですねゆっくりですよねそうそうそうやっぱりそんなになんかいっそうガブガブ飲む感じがガブガブ飲むものじゃないしそういう場所じゃないし一口ずつ飲む感じがとても僕に合ってる早く飲むの苦手ですからねうん オクトーバーフェストみたいなのがちょっともう嫌だ。いや,いや、私も嫌だ。あなんなガンガン行くの私も嫌だよ、本当に。1>, 1リットルとかでしょう。まあ、楽しそうだけども、もう。いや、いや、もう、楽しいとも思わなくなりましたね。やっぱ、楽しそうですよね。<laughs> なんか、飲んで踊ったりしたらもう出てきますからね。うん <laughs> <laughs> うん、いやー昨日はでもあれ,あれやっぱりいいですね。で帰り電車に乗って帰ってきたんですけど、うん、なんかこう何かを達成した気持ちになりましてね。俺はアチーブした<ー>銀座のバーをー銀座のバーそっかザギンのバーをザギンそ, <laughs> そうです。あのあ銀座やったぞいや俺はここまで ここまで来たぞという感じですね。そう、ザギンを。うん、おお。ザギンが分かった。分か,よかった。<ー>本当に。セツさんのおかげですね。ありがたい、ありがたい。ちょっと感動してますよ、僕は。あ、じゃあまだ今、余韻に浸ってる感じですか。そうですね。今日もね。いや、俺はザギンに行ったんだ。<laughs> そうか。 まあなんか銀座って昼はまあよく行ったことあるんですけど夜はやっぱりねあんまり行ったことなかった夜の銀座って結構きれい特に今クリスマスだからイルミネーションがあったりもうキラキラしてるのそうキラキラしててすごいなあの若い人とかもデートしてましたよ うーん高いイメージですけどその高いものと、まあ、安いものもあるんですね、うん、でだから、うん、まあ食事まあ安く食事できる場所もあるし、うん、あの全てが高級ブランドってわけじゃなくてまあファストファッションみたいなのもたくさんあるんで、うん、まあ楽しい街ですよね。うん、うんうん、よかったよかった。はい い,やいいですよ僕はどちらかというと渋谷とか新宿の方が家から近いからいつも、ね、そっちを行ってたんですけど、うん、反対側ですねあの銀座とか東京駅とかあの最近行ったらよかったですね。東京のいろいろなエリア、うん、あの外国人の生徒さんに連れて行ってもらうっていうすごくいい体験、うん、いい経験をしてます、ねうん自分。自分だけだけととちょっと なんかこう日本人だけだとあんまりわからないようなことを逆に知ってるじゃないですか、彼らは。そうです。詳しいですよね、逆にね。そうだねそう、その生徒さんなんて、もう80年代とか90年代にたくさん日本に来てて、僕よりももちろん知ってる。よねそうそう、もちろんもちろん。はい。本当に。だから。ディープな東京の世界をねそうそうそう。 いいですね。悪くない、全然。